ブミベイビーはイギリスを拠点に運行していた格安航空会社である2012年9月9日をもって運行終了した BMI の子会社でマンチェスターやバーミンガムといったイングランド中部の都市からヨーロッパに路線を伸ばしていたブミベイビーは親会社である BMI のマイレージサービス BMI ダイヤモンドクラブに加盟していたもののかつて BMI が加盟していたスターアライアンスのメンバーではなかったため、ルフトハンザドイツ航空やスカンジナビア航空といったスターアライアンス加盟航空会社のマイレージはブミビビーの路線では加算されなかった。ブミビビーは2002年1月に設立され、同年3月にイーストミッドランドとマラガを結ぶ路線に就航した。2006年秋にはハブ空港の一つである マンチェスター空港を母港とするボーイング737型機を5機から8機に増やし新たに8路線の開設を行い2007年にはバーミンガム国際空港にボーイング737型機を集約し同社最大のハブ空港化するなどそのネットワークを広げていった2007年3月、グミベイビーはビジネス客の取り込みを図るために オンリーチューズはチュニードというサービスを展開し、チケットの価格を低く抑える代わりにオンラインでのチェックインやラウンジの利用など、他社の航空会社では、航空チケットと抱き合わせで行われているサービスをすべて追加料金を必要とするオプション化するという経営戦略を発表した。同時に、BMI のマイレージサービスである BMI ダイヤモンドクラブへの参加も発表したが、 当時、BMI が加盟していた、スターアライアンスの BMI 以外の、加盟航空会社には、マイレージの提供は行わないとした。また、ポイントの加算も BMI のように空港でではなく、チケット予約の時点での加算が行われている。2012年3月、BMI が、インターナショナルエアラインズグループへ売却されたことに、伴い、2012年6月10日に、 約半数の便の運行を終了し、2012年9月9日をもって残りの全便の運行を終了した、ボーイング737から300型機。ありがとうございます。